僕思ったんですよ。クレセリアが覚える三日月の舞、この技は自分が瀕死になる代わりに次に出すポケモンの状態異常とか HP を全回復できるんですよ。さらに PP も全回復できるという仕様もあるので、このパーモットが使う最強の祈り、これ1回しか本来は使えないんですが、三日舞のおかげで無限に使えちゃうんですよ。つまり何が言えるかというと、これ三日舞でパーモットにつなげることによって、そっから再起の祈りをしてクレセリアを復活させる、クレセリアを三日舞してパーモットのこの再起の祈りの TP を回復させるということにより、なんと無限ループがこの瞬間生まれてしまいます。で、この無限ループの過程でクレセリアがたくさん瀕死になるということなので、この瀕死になるたびに威力を上げることができるお墓参り、これを最終的に偉大刀が繰り出すことによって全抜きを狙っていこうかなと思います。これめちゃくちゃ強くない？まあそういうことで、今回こんな感じで構築を組んでいました。では早速対戦の方に行きましょう。さあ今回は謎の外国人の方に協力していただきます。相手のパーティーですが、これもねめちゃくちゃ偉大刀が一貫してるんで、これはもうパーモットクレセリア偉大刀のこの3匹で戦っていきましょう。なんか他3匹がめちゃくちゃいかつく見えるかもしれませんが、気にしないでください。さあマスカーニャからの登場。お前ほんまにマスカーニャか？俺は怪しいと思ってるぞ。ここはほっぺスリスリからいって、マスカーニャのたすきつぶし兼足を奪っていきましょう。本物のマスカーニャや。いや先制取れたからワンチャンゾロワークかなと思ったら、相手さんマスカーニャ結構素早さ落としてますね。ガブリアス抜きぐらいまでにしか素早さ打てないのかな。ここはパーモとタスキ温存で交代していきましょう。さあほっぺスリスリまひらせた後は、こっからはクレセリアの三日月の舞コンボをお披露目していきましょう。対戦ではもう太陽テリテリの日中ではありますが、三日月の舞として無理やり月を出現させていきます。さあこれで初ターンでクレセリア何してるんだこいつと外野からは思われるかもしれませんが、これにはちゃんと意味がある。ではパーモットを復活させていきましょう。まあパーモットは今回 HP が満タンなんであまり恩恵はありませんが、これで一応ほっぺスリスリの PP を回復させることだけはできますね。じゃあここは再起のより行きましょう。2巡目からがね、今回僕の構築の強みが発揮されるんで、ちょっとそれまではねちょっと気長にお待ちいただければなと思います。で、相手が適当に交代してきたりしたら、もうパーモットがね適当にほっぺスリスリをしまくって、この偉大刀が本来素早さで上取れないポケモンたちをこれで足を奪っていって全抜き性能を上げていくっていうのも実はもう一つの狙いになってます。さあほっぺスリスリで、多分このウィンディアタッカーだと思うんだよな。物流系だったら、うん、そうだよね。初っ端から突っ込んできてもおかしくないし、これ特殊振ってるね。これはもうバトンタッチで。なれー危ねえ特殊に特化しているウィンディで助かったよ。じゃあこれでバトンタッチをすることによって迅速のダメージを受けることができ、そっからクレセリアを着地することにより迅速2回でやられるリスクをこれで減らすこともできるよというわけですな。見構えします。まあクレセリア HP 半分にはなってしまってるんですが、もう素でめちゃくちゃ硬いポケモンなんで、生半可のポケモンのタイプ一致技であれば全然耐えることはできます。さあこれで三日月の前でまた先制でやられてしまいましたが、これでパーモットを復活させると面白いものを見ることができるんですよ。この瀕死で自分のポケモンの HP を回復させる技で癒しの願いっていう技が一応存在するんですが、三日月の前と違うところがここです。そう、なんと PP が復活します。そう、佐伯の祈りは本来は1回しか使えないはずなんですが、三日月の舞と組み合わせることによってなんとこんなにも復活させることができてしまいます。で、理論上この最近の祈り三日月の舞ループは
16回連続で行うことができるんで、16回17回と瀕死にすることができます。でここはアンコールで神速縛ることによって、これで安定してクレセリアを着地させることができると。もう完成されてますね。でパワーボットもこれまだタスキ残ってる状態やから、相手が一撃で倒してくるような技を受けたとしても、まだ行動1回保証がついてきますね。強すぎる。さあマスカーニャとまた続々と出てきてしまいましたが、全然構わないよマスカーニャも。もうここまで来たら何も怖くはないね。なぜならクレセリアで上から三日月の前するだけだから。うますぎる。さあもう一回三日前しましょう。これ自分がさ使ってる分にはめちゃくちゃ楽しいけど、相手からしたらさ、これどういう気持ちでポケモンバトルしてるんやろな。なかなかに鬱陶しそうではあるけど、謎ですね。さあ佐伯のよりをこれで三日月の前で再度復活させることができるので、無限ループがこの瞬間誕生したというわけでございます。で相手が新緑型っていうことも確定してるから、多分じゃれつくもね、タスキまで行かずにギリギリ残るんじゃないかなと個人的には踏んでいます。さあ3回目の再起の祈り。まあクレセリアも復活させられて、よっしゃ大活躍するぞと思ったら、着地した瞬間退場しますからね。なんか対戦相手もなんかそんなに楽しくもない可能性がワンチャンあるし、クレセリアも復活したと思ったら、いざポケモンバトル戦場に叩き出されて三日月の前で初ターンで退場してしまうし、トレーナー以外誰も喜ばないですね。まあここまで三日前ループすればもうお墓参り力めちゃくちゃ上げることはできたんで、ここからはもうトリックでルガルガンの持ち物を取り上げるだけ取り上げて、偉大塔で通していく感じでいきましょうか。っていうのもこいつ多分タスキ持ってるんじゃないかな。そう、タスキ持ってて、そっからカウンターで倒されることが結構負け筋になるんで、それを防ぐために一応トリックで取り上げたんですが、刺さりましたね。まあ一応ここもデンジャーでいいか。別に交代されていいし、これ交代されたとしても、また見構えすればいいだけだからさ、全然なんとも思わないんだよな。じゃあここもデンジャー打って、で、見構え打ってで、良さそうだね。で、これでクレセリアが倒されることによって、偉大塔のお墓参り力がさらに上げることができるというわけですね。これで何回倒された？ 4 回倒せたよな。ちなみにお墓参りは自分のポケモンが1回瀕死なるごとに威力50上がります。でこれで多分5回クレセリアがお亡くなりになられたと思うんで、今お墓参りが S の威力で300でタイプ1でなんと450まで、この瞬間増えています。ここはイカサマの力ちょっと仮に耐えられた時が結構やばいんで、フェアリーテラスタル切って応戦していきましょう。気持ちいい。いやもう今回はマジで理想的すぎる環境を整えてしまったな。さあルガルガンもこのお墓参りはもはや耐えられるわけもなく、これも無駄急所だね。多分2匹ぐらい倒されてるんじゃないかなと思います。でフェアリーテラスタルの偉大塔になったことによって、なんかすごい美味しそうな見た目してるね。うわ、サーモンのお刺身を食べたくなりますね。さあウィンディがここで来るんですが、ちょっとねノーマルテラスタル神速がワンチャンありえるんで、ここ一回様子見でパーモットに交代していきます。ワンチャンあるんじゃない？テラスタル切ってくることは多分ここほぼほぼ確定なんよ。あ、そっか。三日月の舞の追加効果もう一つ焦った。そう、三日月の舞で退場した後に、この PP とか HP とか全部回復してるポケモンに一回交代して、その後に、なんかダメージ負ってるポケモンとかに交代したら、そのポケモンに三日舞が適用されます。つまり何が言えるかというと、この瞬間、またパーモットが再起の祈りで、クレセリアを使うことができます。恐ろしすぎる。まあ別にここはもう復活、まあ神速打ってくると思うけど、神速打ってくると思ったけど、まあ
これはもういいです。じゃあパーモットで申し分程度にクレゼリア復活させとくか。で、炎テラスタルっていうこともまあ確定したんでじゃあこっからはついでにお墓参りの威力を上げながら、なおかつ威嚇のリセットもしながら威力攻撃力を叩きつけていきましょう。まあ今回はね、あの適応力じゃなくてスイスイで育成してるんで、もし、まあ、デンジャーを全ポケモンにばらまくぞっていう方がもしいたら、まあ、超強気で適応力とかにするとお墓参り力をなんと2倍で出すことができるんで、まあ、もし興味がある方いらっしゃったらそれで採用してみるのもどうでしょうか。まあ、そういうことで対戦ありがとうございました。いやー楽しい、この構築ありがとうございました、アイデンさん。めっちゃ強いパーティー行きましたね。これさ、このパーモットクレセリア偉大島のこの三日前ループが現環境の構築に通用するのか、ちょっと見せていただこうかな。ここパオジアンか、これむしろ嬉しいな。ここでパーモットでほっぺすりすりで素早さを下げることをできながらタスキまで潰させてくれると、めちゃくちゃこれありがたすぎるから、これすりすりからいきましょう。あ、ちょ、電気テラストラムやめて、ここで、え、電気テラストラムやめて。あー、よかったこれはマハパン強みですね。あぶねーいや、今のカジュアルバトル環境めちゃくちゃね、電気テラストラムパオジアンがかなり多いんで、それにね結構悩まされてたんで、ここで相手がゴーストテラストラムを親切に切ってくれたのは意外とでかいかもしれん。じゃあここは多分冬打ち来ると思うんで、クレセリアに直出ししちゃいましょう。さあここでクレセリアを出し、相手は不意打ちだよね、だよね、オッケー。じゃあクレセリアも無事に着地させることができたんで、こっから三日月の舞をして退場しましょう。さようなら。噛み砕くか、へえ、どうしよっかな。これアンコールで縛っても正直いいんだよな。あんこで縛ったとして、うまみがな、正直なあんまりないんだよな。今回のクレセリアね、あの最速無限大な抜きまでしか素早さ振ってなくて、ここはもう再起の祈りをして、で多分相手がここをつらら落として打ってくることは間違いないんですけど、このクレセリアに対して交代読みとかで噛み砕くとか押してくれたら、ここからパーモットでアンコールで縛って、それでパーモットとクレセリアを2体倒された状態でイダイトを出すことにより、ほぼほぼ無償で雨乞いすることができるから、ちょっとそれ狙っていこうかな。で相手がここまひってくれたら無償で見構えしてもう1ループすることができるから、うん、それでいい気がするな。で4体倒されるだけでもお墓参り威力300まで出すことができるんで、なおかつ相手はテラスタルも切っている。これはむしろ攻め時なんじゃないか。オッケー。で、噛み砕くでクレセリアやられますが、相手さん、そこで噛み砕くを押してしまったことを後悔するがいい。そして、氷の粒ではないことも、この瞬間、確定しておる。では、アンコールで縛ります。ほい!さあ、ここでパーモットがやられてしまいますが、僕がね狙っているのはここからです。さあ4匹倒れたことによって、ここから偉大とムキムキになります。で相手は噛み砕くしか押せない状態なんで、ここでテラスタルフェアリーを切ることによりダメージをほぼほぼ最小限に抑えた状態で素早さ2倍上げることができます。これは来たかもしれん。でパオジアンは多分持ち物が多分気合の助けだと思うんで、これは相手も羽ばたく神、そして鉄の包み出てきたとしても助けを持ってる可能性は結構低いと思います。さあハートマークを押し付けていこう。今回大刀は特性スイスイで採用しておりますので、これで偉大刀は現在素早さ2倍になっています。
で素早さ2倍から放たれる威力300のお墓参りさあこれを飛べれるポケモンは君の後ろに果たしているのかな。残念ながらお墓参りはみんな10倍以上通るぜ。鉄の包み、鉄の包みも残念ながらクォークチャージで素早さを上げてもこのスイスイのイダイトを抜かすことは残念ながらできません。確かね最速レジエリキの10ぐらい高い状態で、上から攻めることができるんでマジでめちゃくちゃ早いです。さあクォークチャージで上げたこのペンギンも倒すこともでき、そして羽ばたく神も残念ながらタスキを持っていたとしてもムーンフォースでイダイトを倒すことはできないことでしょう。強すぎる対戦ありがとうございました。そう電磁波で麻痺を絡めてができなければこのようにスイスイで上から攻めていくっていうこともできてしまいます。ここまでのご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。使ってみた感想なんですが、このコンボねやりすぎてしまうとこのイダイトを着地させる前に相手から降参をもらってしまうっていう試合が今回僕3、4試合ほどあってこのやっとイダイトで全抜けさせるぞっていうところでお墓参りすることもなく試合が終わってしまうことが多かったんで、もしこの構築を使うって方がいらっしゃれば、ほどほどなタイミングで切り上げて、イダイトでお墓参りしてください。そうしないと、試合が終わっちゃうんで。はい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。まあ、普段の動画では、なんか、こんな変な構築ギミックを使ったりして、対戦動画を上げているので、興味ある方がいらっしゃれば、ぜひ明日以降も動画をご視聴ください。